ままああもね、まあ、いろんな問題というのがまあ起きてるんですけどもね、まあ、岸田内閣では、です葉、ね、梨法務大臣ですかね、なんか死刑に反抗すだけの仕事みたいなとこ言って、なんか辞任,に、えー、辞任しろみたいなことがね野党からもあの自民党内からも言われてたりとかして、ですねまあ、まあ、そんないろんな動きがあるなと思いながら見てたんですけども、まあ今日のなんかお昼頃に、おっと思ったのがですね、 のえー、兵庫県の、ね、明石市長の泉房穂さんがですね、まあ、あの今期で、えー、市長は引退すると、まあ、言ってはったんですけども、まあ、ただ、えー、その来年の、ね、市長選と市議選にですね,ね候補者を立てると、ね、そのためにこの地域政党っていうのを立ち上げるというニュースが出てね、ねこれはすごいなと思いましたね。えー、まあねこの あの今期で引退すると、市長ね、まあ、それはすごく残念だなと思って、ただその原因が、ですねやっぱその、えー、この泉さんの、泉市長のですねこのまあ暴言を吐いたと、まあ、これ、自民党と公明党の議員に対してですかね、えー、なんかお前は次の選挙で落としたるみたいなことを言ったりとかね。ね したのが、ですねこれ、問責、えー、決議案というのがその明石市議会で出されて、ですねそれが賛成多数で可決されたっていうのが、まあ、この間ですね、でまあ、その前にもう引退するとかっていうのは言ってたんでしょうかね、まあ、ちょっとその辺の時系列っていうのが、まあ、あのちょっと忘れましたけども、も、まあ、そういうことを言って、まあ、この赤、まあ、石市長である泉,さん泉市長という方はですね、まあ 前からこう結構暴言吐いたりとかするっていうので、まあ、そのせいでこの出直し商戦っていうのが行われたりとかですね、まあ、そういうのはあるんですよね、でやっぱりご自身でもアンガーマネジメントが、あのー、きちんとできなかったと、やっぱり感情のコントロールっていうのが、やっぱうまいことが 結局できなかったっていうのが、まあ、今回、自、え、公、ー、のねあの議、市議に対して暴言吐いて、まあ、結局は引退するという風になったんですけども、ただでも、この泉さんっていう方、はすごくネットでは人気あってですね、このツイッターでは、さっきちらっと見た36.4万フォロワーですかね、ツイッターで言ったら。 ま、この、市市長としてはですね、まあ、ものすごい、ま、大人気なわけですよね。で、それはなんでかっていうと、やっぱその、明石市民のためだったり、まあ、あえー、ですね、僕はツイッターは最近やりはったと思うでもやったら、 途端にに、わーっとこのフォロワーが一気に増えたっていうのがあって、やっぱそのウィキペディアとかでも今、えー、見てても、ですねやっぱそれだけの人気があるっていうのがわかるなっていうのが、そのまあ、なんていうんですか、ま法、あ、テラス、えー、明石市では初めて法テラスの窓口っていうね、まあ、法律のねまあ、相談というか、えー、市役所内に全国で初めて設置したと、まあこの法テラスっていうのはね、あのお金がない人でも弁護士、 にた、えーあのに、ー、相談して、ですね、まあ、こう裁判もできるとか、まあ、そういうあの窓口だったと思うんですけどね、まあ、そんなんとか、ですね中学生の医療費無料までの医療子ども医療費無料化とか、ですねまた、あ、いろいろ LGBT のパートナーシップ制度もなんか導入したとか、ですねあと給食費無料化とかですかね。うん いろいろやっぱり、それだけのこうやっぱり人気があるだけのことを、いいことをやってるなっていうのが、まあ、の思うと、まあ、だからこそ、なんかあのこう暴言っていうね、まあ、僕からすれば本当つまらないことというか、ですねこんなことでね、えー、引退とかですね、なんかしたりっていうのは、本当に残念だなっていうのは、あの思ってたんですけども、まあ今日に来て、地域政党を作るということで、 まあ僕はこれはすごく良かったなと、うん、まあだからこういうそのねまあ言動に問題のある人ね、ね泉さんみたいなね、まあそういう人っていうのはまあいるんですけど、まあ、その反面、そういう人に限って行動力があったりするっていうね、まあこう一長一短あるかなっていうのは思うんで、だから泉さんみたいな方がまあ裏方というかですね、えー、その まあご自身でもね、プレイヤーからは引退するけどもみたいなことを言ってはったんですけど、プレイヤーじゃなくて、えー、こう地域制度を作ったりとかしてこう、あの議員をバックアップしていくみたいなね、まあ、そういう形に回ると、まあ、僕はこれはすごくいいことなんちゃうのかなって。 というふうに、まあ、思ってたんですけども、き、まあ、今日地域政党を作ると、でそれも別にそ明石市だけじゃなくて、えー、今後は兵庫県議だった県議選ですか。まあ、県議 を立てたりとか、えー、国政進出も考えているみたいなね、まあ、ここはでもちょっと大風呂敷広げすぎかなというか、まあ、そこは、まあ、そのどういうふうになるか知りませんけども、ま,あ、まずはやっぱり明石市長あの、泉さん後継の市長を、まあ、来年、えー、市長選と市議選同時に行われるんでしょうかね。えー、市長選と 市議選に,で市議選になんか6人ぐらい候補を立てたいと言ってるんですけども、まあ、それ立てることによって、ですねやっぱり今までの泉市政を、えーあのね、こうバックアップしてた人,人たち、支えてた人たちをさらに増やして、えー、泉さんがやりたかったことをですね泉さんが市長じゃなくても、ですねその後継市長だったり、えー、市議だったりがですねこう後押ししていくと。 いうのはあの、いいことなんちゃうのかなっていうふうにはなんか思いましたね。うんやっぱりま今回、その泉市長のねこの問責決議案というのを可決したっていうのが、まあ、自民党系と言っていいと思うんですけど、自民党と公明党、えー、あとなんか、まあ、無所属っぽい、まあ、これ自民系だと思うんですけど、あとなんか一人会派の。 が全あの2会派ということでね、19人ですかね、で全員で30人ぐらいだったと思うんですよ、この明石市,市議会というのは、まあそれ過半数で、えー、通ったんですけども、まあ、ここに向けても、ですね僕は泉さんというのは、ですねやっぱりよく思ってないんちゃうのかなと。まあ、暴言は 入いたみたいですけどね、自民党と公明党の議員に対して落としてやると、お前なんか選挙に落としてやるという暴言を、なんか吐いたっていうのがね、まあ問題になりましたけども、ただこの地域政党を作ってですね、えー、もう市議も新たに市議の候補もね、6人立てるとかっていうことになったらですね、まあほんまに、あの、次の選挙で落としてやるっていうことを、まあ実行したいのかなっていうね、まあそういうのは思うんですよね。お まあでも本当、どうなるのかなと、で,もでまあ、この泉さんね、こうネット上ではね36万フォロワーとかっていうのはいるんですけども、まあ、実際、明石市での人気っていうのはどうなのかとまあ、いうのが気になるんですけども、まあ、これ、前の、えー、2019年ですかね、3年前の明石市長選ではですね、これ、 えー、泉さんがなんかどこかに火つけてこいとかという,こう、えー、職員に、ね、市職員に言ったことが問題となって、それで、えー、泉さんが一回辞めて出直し、挑戦ということになったんですよね。でその時に泉さんが、泉房穂さ,さんが、えー、何票取ったかというとです、ね、八万七百九十五票で。まあ 圧倒的に取ってるんですよねで負けた方、えー、自民県議やったと思うんですけども、まあ、元自民県議だったと思うんですけども、その方、2万6580票、で他にあと共産党の候補も出てたんですけど共産党の候補は7321票ということで、まあ、もうなんていうんですかね、もうこうダブルスコアかトリプルスコアかぐらいの県議、まあ、に対して、ですね泉さんが圧勝していると。 まあだからこう地域政党を作るとか、ですね次の市長候補を立てるんだっていう、この泉さんのまあ強気な発言っていうのは、ね、まあ、そこに僕は裏打ちされてるのかなっていう,うになんに思ったりするんですよね。 でそのまあ、今回、泉さんの問責決議案に、えーまあ、可決に賛成したです、ね、えーまあ、言ったらまあ反泉派と言っていいと思う事項、まあ、自公の、ねえー、人たちの候補のまあ票数というのを見るとです、ね、まあ、全体で5万533票、えー、計算したらそうなったんですけども、自民党2万9146票、えー、公明党が1万6709票。 一人会派が2217、もう一つが2461ということで、全部で5万533票で、まあ泉さんが8万票取ったっていうのを考えると、ですねまあ、市長がね、自公が候補立てたとしても、太刀打ちできるのかなっていうね、うんまあ、しかもこの泉さんの、まあ、こ今回、地域政党を作るっていう報道がですね、まあ 今日に WAT、大手のマスコミがですね、まあ、全部報じてるわけですよね、MBS とか読売新聞とか、まあ、あと地元の神戸新聞とかね、うんまあ、神戸新聞なんかはです、ねあのー、なんかこの赤師匠の泉さんに対して割と厳しめなというか、ですねやっぱなんか神戸新聞って、まあ維新りな、維新寄りやからこんな厳しく書くのかなみたいなね、僕なんかは。 もうさ、分かりませんけど、いや、僕はなんか思ったし、ほんで、実際この泉さんもですね、神戸新聞に対しては、なんかちょっと悪意のある書き方ちゃうかみたいなね、えー、ことを言ってはったような、あの、ツイッターかなんかで、なんかそういうの見かけた、えー、見たような気がしますよ。ちょっと話題にもなってたかなと思うんですけど。 まあそういう意味でもですね、まあ面白いかなと、この泉さんの動きっていうのはね。で、まあ泉さんっていうのはもともと立憲民え、立憲民主党じゃなく民主党から出たりとか、まあ、してるんですけども、ただ、えー、民主党と自民党が推薦者候補相手に、あの、えー、市長選で勝ったりとかっていう経緯もあったりとかでし,でしてね。まあ 民主党立憲今の立憲民主党とは親和性はあると思うんですけども、まあ、この全面的に、えー、そうかというと、そうでもないのかなと、まあ、そういう意味では僕は泉さんのこう独自性というのが、ですねやっぱりあの泉さんの理想っていうものをあの、まあ、掲,げた掲げたいから、まあ、地域政党っていうのを、ね、作ると、えー、いうふうに至ったと思うんですけども、まあ、僕、これはね、あの本当に、 えー、自民党、公明党の議員、落としたるみたいなことを言ってはりましたけども、まあ、例えば自民党の今の明石市議の方たちだってみんながみんなこう、得票数が多いわけじゃないわけで、ね、1000票台だったり2000、えー、2000票前半の人とかがいたりとかして、まあ、この人たちがですね、やっぱりその。 落ちる可能性ってもあるのかなと、でまあ、公明党なんかは堅、まあ、いとは思うんですけども、もただあの、風の吹き方によってはですね、いや、僕は。 わからないかなと。公明党の人が、ま、あの、硬いと思われてても、あかんっていうこともあるのかなと。まあ、これからの僕は盛り上がり次第だと思うんですけども、いや、盛り上がるんちゃうのかなと。で、来年地方選もね、4月、あの、全国で行われますから、まあ、立憲民主党なんかにとっては追い風になっても全くおかしくないかなと。うん。まあ、こういうね、まあ、どっちかとやっと、 審判が応援しているこの泉さんみたいな方をね、もう本当に大切にこう育てていってほしいなというかあの、バックアップして、ですね、えー、この単なる赤石市だけじゃなくて、全国の統一地方選にもいい影響を与えるぐらいのね、そういう影響力を、まあ、この泉さんの地域政党で持てば、ですね本当すごく、えー、今の,あの国政野党にとってもプラスになるんちゃうのかなというふうに思いましたけどもね。 まあ頑張ってほしいなという風うに思いましたね。チャンネル登録よろしくね。